じゃあ、お待たせしました。これから物理学類対象の積分位置の授業を始めたいと思います。今回1学期の間この授業を担当します数学院の堀井と申します。よろしくお願いします。まずは皆さんご入学おめでとうございます。実は僕は今の数学類の2年生のクラス担任をしておりまして、ちょうど皆さんの1個目の先輩方と一緒に、去年の4月に白浜に行ってきました。でちなみに僕は大学も筑波大学の出身で、学類も皆さんの前身にあたる自然学類の出身ですので、僕は入学したのは21年前ですけれども、21年前もやはり、白浜でオリエンテーション合宿に行ってきました。でその時 の, OPT の先輩方の発表を今と同じアインシュタインのベロを出した発表をやってました。非常に伝統がありますね。はい、で今日は授業の初回ということですので、まず前半はガイダンスとしまして、教科書参考書などの確認、それから、一応皆さん大学に来て一番の目的は単位を取ることでしょうから、単位ということを確認、あと、大学で学ぶ上での、ヒントをいくつか話をしまして、ここまでは一応、スライドを使って説明したいと思います。であと、後半それが済みましたら、一応その微積分の内容の方は伝統的な板書のスタイルで授業を進めていきたいと思います。で忘れないように連絡しておきますけれども、次回4月24日なんですが、確か物理学類の1年生の皆さんは午後1時から2時半の間健康診断になっていたと思います。ですので来週のこの時間は予言は休校としまして、語源のみ授業を行います。くれぐれも健康診断だからといって、そのまま全休にしないで、一応3時15分だったら、ここに集まってください。はい、じゃあメモってる方がいますので、じゃあ頑張りましょう。いいですか。はい、では一応ですね、先ほども自己紹介しましたけれども、今日は資料を2部配っていると思います。2部手元にあることを確認してください。一部は A4 の縦の資料ですね。微積分1と書いてある資料はですね、でもう一部はこういう横に書かれた資料ですね。こちらの横に書かれた資料の方はまた後で説明しますので、しばらく置いておいてください。等分膜の縦の積分と書かれた資料を、元に説明を進めていきたいと思います。で今回担当しますが、照井と申します。皆さんまだ大学の組織の名前などに慣れてない人もいるかもしれませんが、筑波大学には皆さん学部生の所属する組織があったり、あるいはその大学院生の所属する組織があったり、またその教員が所属する組織があったり、それぞれは別々に分かれています。少なくとも、手続き上は。ただこうやって先生方が学生の皆さんに授業をするというのは、普通どこの大学もよくあることで、筑波大学はその教員を所属する組織が、数理物質なんとか系という名前になりました。でこれは去年の10月から変わったんですけれども、で私はその中でその数理物質系というところで、その中でも数学を専門とする数学系というところに所属しています。普通の大学で言えば理学部数学科と言ったようなところだと思います。それからあと他の先生の授業などでも説明を受けたかもしれませんが、大学の授業にはティーチングアシスタントといいまして、僕のような担当教員を、補助する、大学院生の方が、何人かつくことがあります。で、今回はティーチングアシスタントとして、
資料の方にありますけれども、安藤さんと森岡さんのお二人に補助をしてもらいます。お二人は一応後ろの方におりますので、どうぞよろしくお願いします。ついでに皆さん後ろを振り返ってビデオカメラに気づかれたと思いますけれども、一応この講義はビデオで録画しています。でこれをどう生かすかはちょっとこれから考えようかなと思っているんですが、とりあえず普通に講義をしている分には皆さん の, 顔などが入る心配はありませんので、その辺は大丈夫だと思います。ただ、ちょっとこうフラフラっと後ろの友達に話しかけたりするとちゃんとしっかり撮られると思いますので、そのつもりで、忘れないようにしてください。であと、この授業に関する情報なんですが、これは資料のですね、僕の名前などが書いているところに、授業サポートページというところで書いてありますので、今皆さんこれを写す必要はありませんから、一応これが書かれている場所を確認してください。あと、僕への連絡手段は他にもその資料の方に書いてありまして、例えば研究室の電話番号ですとか、それからメールアドレスとかもあります。あと、一応ホームページもありますので、僕が、テリーがどんなやつなのか、ちょっと興味のある人は、覗いてみてください。で、あとはその資料に従いまして、その授業概要ということで、一応資料に書きました授業の概要というのは、解説重要科目一覧からそのまま移してきたものですが、これに関しては、その実際の授業に入ってからもう少し詳しく、どのような段階を追って、この微積分の授業を行うかということを説明します。ですから、ここの資料に書いてある文章がほとんど形式的なものです。で、次にその教科書と参考書の確認をします。で、まず講義と演習それぞれに指定の教科書があります。こちらは講義の指定教科書でして、明解微積分というこういう本ですね。すでに買っている人も多いかと思いますが、大学会館の書籍部にありますので、新品はありますね。あと、新品、必ずしもこういう教科書は、同じ本であれば新品でなければならないということでもないと思いますので、適宜入手してもらいたいと思います。ちなみにこの明解微分積分の教科書は筑波大学に数学 の, 解析学の先生方によって書かれた教科書です。で、次にその演習の方で使う教科書ですね。同じ大きさなんですが、こういう黄緑の描かれたカバーのついた、微積分学入門、例題を通して学ぶ解析学という教科書です。で、こちらも筑波大の解析学の先生方で、によってまとめられた演習書です。で、こちらの方については、主に演習の授業の先生が、細かい使い方を指示されると思いますが、とりあえず、以上の2つの教科書は指定ですので、この授業を取るという人は必ず用意しておいてください。で、それからあと以下はですね、参考書という名前になっていて、これは皆さんの好みにもよるのですが、僕が今まで使っていて個人的に、皆さんの勉強の参考にはなるんじゃないかなと思った本を挙げたものです。で、まずここにありますのが数理系のための基礎と応用微分積分一という本でして、金子明さんの本なんですけれども、実はこの教科書は今これから皆さんが使うその指定の教科書を使う以前にこの微積分の授業で使っていたことがあります。で、内容なんですが、実は、これが今今度授業で使う指定の教科書ですね。で、こちらが今持っている参考書なんですけれども、こちらの参考書の方は微分積分1と書かれているように実は2があります。ですので1度に合わせて大体これの倍くらいの厚さになっていますね。
で、この指定の教科書と、まあ、同じぐらいの内容を倍くらいの厚さで書いていますので、あの非常にと、まあ、いろいろ細かいあの説明ですね、いろんな話題にわたる説明も多く載っています。ですので、こう、まあ、あの自分でですね、こうしかもその講義のようなあのスタイルで書かれていますので、まあ、内容は必ずしもあの簡単ではないかもしれませんけれども、非常に丁寧にあの書かれていると思いますので、まあ、自分で読んだりあるいは友達と勉強したりするには、まあ使える本ではないかなということで一応紹介しておきます。それからあともう一つ あの参考書なんですが、まあ、これだけは知っておきたい数学ビギナーズマンという本で、まあ、実物はこういうあの赤い表紙でちょっと縦長の本です。で、そんなに厚い本ではありません。で、これ佐藤文弘先生による本なんですけれども、まあ、多分その大学に、入って初めてその大学の数学に触れますと、皆さん多分高校までの数学とはで使われていなかった記号ですとか言い回しですとか、それからまあその授業の進め方ですね、それから理論の展開の仕方っていうのに、こう少なからず戸惑いを覚えたりすることがある、これからあるかと思います。まあ、そういったの、まあ、高校までの数学ではほとんどやらないんだけど、大学以降の数学で常識になっているような、まあ、そういう知識のギャップをですね、いろいろ丁寧に解説している本です。で、実は今日配ったもう一つの資料ですね、この横長の資料の方は、この、数学ビギナーズマニュアルが抜粋したものです。で特に皆さん最初の方から見てもらえると分かるように、例えばあの数学では文字ですね、あの文字を非常にたくさん使います。でしかもあのギリシャ文字ですとかドイツ文字ですとか、で、まあ、高校までであまり使われていなかった文字をいっぱい使ったりとか、それから、いろいろな太さやあの書体の字を使ったりとか、いう話もありますし、それからあの、まあ、数学に特有のあの言い回しですね、全ての X に対してとか、ある X が存在してとか、まあ、そういった言い回しもあります。で、まあ、こういったもの、主なものはこの講義の中でも随時説明していきますけれども、まあ、あのそれ以外の場所でこう皆さんがちょっと困った時にあの確認できるように、少しでも確認できるようにということで今回、配りました。で、まあ、同じようなその説明がですね、若干と例えばこの講義の教科書の後ろの方には命題と論理記号 の解説などがありますので、まあ、そういったものと合わせて、まあ、自分の分からないところを補っていってほしいと思います。ここまでで何か質問ありますか？はい、じゃあとりあえずあの先進みますので、また質問が新たに疑問があったりしたら後でまた聞いてください。で、次にその資料の裏面ですね、縦長の資料に戻ってその2ページに行きますけれども、ね、まあ単位の取り方ですね。で、基本的にあの、まあ、今回のこの授業では、まあ、期末試験で成績をつけたいと思います。ですので、あの期末試験に、単位が欲しい人は期末試験には必ず出席してください。でこれはあの必要条件です。で皆さん、まあ、多分入試の時にも必要条件、十分条件をいろいろやってきたかと思うんですが、必要条件と言われたら、じゃあこれで単位が取れるのかどうかということは、皆さんお分かりでしょうか。非常に大事なことなので、注意してほしいんですけれども、まあ、必要条件あるんですね。必要条件であって、十分条件ではありませんので、だから期末試験に出席すれば単位が来ると
という保証はありません。ですので、まあ、とりあえず期末試験には出た上で、まあ、単位が取れるぐらいの勉強をきちっとして、試験を受けてほしいと思います。それから、まあ、レポートなんですが、まあ、まだ現時点では決まっていないんですけれども、もしかしますと、まあ、授業、この1学期に、まあ、数回、まあ、レポート課題を出すかもしれません。まあ、そういった時には、まあ、そのレポートでの、まあ、成績も、この期末試験の点数に加算したいと思います。まあ、単位に関しては、大体そんなことですね。それからあと、書き忘れたんですけど、演習の履修についてというのを資料の方に書いてあります。と多分皆さん、履修することにしていると思いますけれども、この微積分1を勉強しようとする人は、この講義のセ講義とセットで、必ずぜひ練習も取ってください。で、練習の方は、1クラスと2クラスで、授業が分かれていますので、間違いないように履修の手続きを行ってください。ということですね。あと、まあ、個人情報の保持その他ということで、まあ、これは、まあ、多分、まあ、いろんな先生が最近はこうパソコンで成績処理をしたりしていますので、改めて触れるまでもないかもしれませんし、それから、まあ、個人情報の法律なんかに触れることではないんですけれども、一応まあ僕の授業でも、その皆さんの、まあ、履修ですとか、それから成績に関する情報は、まあ、研究室のサーバーで管理して使っていますと。ただし、まあ、不用意に外に持ち出したりはしないようにしてますし、あと外からのアクセスも制限していますということでお伝えしておきます。まあ、もし何かありましたら連絡してください。あと、まあ、その他としましては、まあ、授業のですね、進め方ですとかやり方で何か意見がありましたら、随時、まあ、授業前後でもいいですし、その時でもいいですし、寄せていただければというふうに思います。大体まず授業の説明については以上ですが、ここまで何か質問ありませんか。大丈夫ですか。はい。それでは、その今の資料のですね、2枚目の方ですね、見てください。今回、大学での学び方のヒントということで資料を用意しました。で、これにはいくつか動機がありまして、実はこれからですね、1学期2学期と授業をしていきますと、まあ、各学類でですね、授業評価というのをやると思います。で、これは、まあ、他の学類でもやっているかもしれませんが、なんで理学系の3学類ですね、数学、物理、科学、多分地球という旧自然学類の中では非常に特色のある活動として行われてきたものです。これは学生による授業アンケートを取って、でそのアンケート結果をもとに、まあ、例年ですと秋ごろに開かれるクラス連絡会と、まあ、学生と教員との懇談会というところで、その授業に対するここがいい、ここは直してほしいといったような、そういう要望や意見を討論し合う場があります。で、まあ、ここで僕も、まあ、何回か、まあ、毎年こう出て、その学生さん方のこう意見や要望やらを聞いているわけなんですが、でもそこでどうも毎年こう顕著に現れてくるのは、大学に入って、まあ、勉強を始めたこう皆さんとですね、それからこちらで授業をするその教員との方で、それぞれですね、皆さんが望む授業のやり方、教え方と、それから私たち教員が皆さんに望むその勉強のやり方
の間にかなりこうミスマッチが生じているという印象を持ってきました。で、具体的にはあのクラス連絡会でその学生側の方からどういう意見が出るかといいますと、まあ、例えばあの講義が非常にスピードが速くて追いつけないとか、それから、まあ、多分それが一番多いかなというふうに思います。でそのだからもう少し分かりやすく授業をしてほしいとか、そういった意見が毎年、その学生からの授業に対する要望としては一番多く聞かれる意見です。で一方で、まあ、教員の立場としましては、その大学での、 その学び方、勉強の仕方というのは多分その高校までの学び方とは大きく、まあ、異なる部分があって、でそれをやっぱり学生の方にですね、ある程度認識した上でお勉強してほしいなというふうに望むところがあるわけです。ということで、今日はですね、まあ、こういう話は他のオリエンテーションとか授業でされたかどうかは分かりませんけれども、一応多分微積分は皆さんこれこの1年生で勉強するいろんな科目の中で、まあ、物理と並んで最も主要な科目の一つであると思いますし、まあ、一番力を入れて勉強するであろう部分だと思いますので、まあ、そういったところでなるべくそうですね、高校までの勉強のスタイルからスムーズに、まあ、なるべく早くその大学での学びのスタイルにこう移れるような、そういう、まあ、移っていけるようなヒントとしていくつか役立ててもらえればというものを用意しました。ここでちょっとその話をしたいと思います。で、まず最初にですね、だからこういう話をするとですね、ちょっとスライドが遅れました。まあ、なるべくその教員と学生の、その大学での勉強の仕方に対する認識の、まあ、ズレをですね、少しこう滑らかにしたいというのがあります。で、最初にですね、取り上げるのは、その大学の制度ですね。大学のは制度上一体どのぐらい勉強しなければならないものかと、まあ、そういう基本的な知識、もしかすると皆さんの中には知っている人もいるかもしれませんけれども、まあ、ちょっとそれについて紹介したいと思います。でここにありますように大学設置基準という、ものがあります。これは、まあ、資料にもありますように、これは文部科学省が出している省令と呼ばれるんですね。省の日本政府の省のレベルで出す決まりごとです。でどういう決まりかというと、その大学を作るためにはそのこういう条件を最低限満たすようにしなさいというもので、まあ、例えばそれはその教員を何人置きなさいとかというものであったり、どういう資格を持った教員を置きなさいというものであったり、あるいはどういう科目を用意しなさいとか、まあ、そういったことがいろいろ書かれています。でその中にここの資料にありますように、その単位に関する、条文というのがあります。でこれはその大学でその、まあ、授業をするにあたって、まあ、こういう単位で単位を与えるような授業をしなさいということなんですけれども、で、まあ、第21条と書かれていまして、こういろいろ書いていますが、まあ、詳しくはまた後で家に帰ってからでも読んでいただきたいと思うんですが、大事なところはですね、大学の1単位の授業科目っていうのは何時間勉強してもらえるものかというのがですね、実はこれ45時間を標準としています。まずここをきちっと覚えておいてほしいと思います。1単位、別にこれは45時間勉強しなければもらえないというわけでもないし、学ぶべきことをすぐ理解してしまえばそんな時間足らなくても済むかもしれないし、あるいはなかなか追いつけない人はもっと時間かかるかもしれませんけれども、標準的には45時間勉強したら、まあ、1単位上げるようなシステムにしなさいというふうに言ってるわけです。で、ということはですね、例えば
1単位 の, あの講義ですね。講義1単位、例えばやったときにですね、まあ、1学期10週間あったとして、1コマ、まあ、1.5 時間、まあ、つくばはちょっといろいろ事情があって、1時間15分になってるんですけども、そうすると、1学期1単位の例えば講義っていうのは、実質授業でやる使う時間っていうのは15時間なんですね。そうすると、残りの30時間っていうのは、どこへ消えてるのかというと、実は残りの30時間はそれぞれ、予習に15時間かけて、復習にも15時間かけると。で、これでもって、全部の合わせた時間が45時間になって、1単位もらえるという仕組みになっています。ということは、まあ、皆さんお気づきだと思いますけれども、講義で1単位取るということは、講義で授業を受ける時間と同じだけの時間をそれぞれ毎回予習にかけて、復習にかけて、で、その授業の内容を学ぶということになっているんですよということなんですね。で、実はその、まあ、クラス連絡会の際には、まあ、授業アンケートと一緒にその学生がその、まあ、授業時間以外で の, その学習というのをどのぐらいやっているかという調査結果も出ています。で、まあ、それは科目によって多かったり少なかったりしているわけですけれども、まあ、率直に言うとその、まあ、こんだけその一つの科目に時間をかけて、まあ、勉強している人っていうのは、まあ、全員ではないことは確かまあ、いるかもしれませんが、多数ではないかもしれません。ただ一応、まあ、講義を受けて1単位取るというのはこういうこのぐらい時間をかけて勉強、するという、まあ、システムになっているということを、まあ、知っていただけるというふうに思います。で、でですね、これは1単位5時間で、そうですね、そうすると1週間あたりは、どうなるかっていうと、その1週間はそれ10で割ればいいですから、まあ、授業の1時間半に対して、まあ、1週間のうちに、予習は1時間半、復習を1時間半やるという計算になります。で、ちなみにこの微積分の講義は2単位ですね、2コマ続きで。ですので、そうすると必然的にその予習と復習にかけるべきとされる時間も倍ずつになる。ですので、まあ、微積分の講義に関しては、これを、まあ、非常に真面目な学生がいてですね、非常に真面目に勉強するということを仮定しますと、1週間に、まあ、9時間、こう微積分のためにこう頑張るという感じにこうなるというわけです。まあ、これは別に皆さんがそうしなければならないというわけではなくて、制度上はそうなっているということを理解していただければいいです。で、それからもう一つ、多分これ皆さん、カリキュラム、時間割り組む際に説明を受けたかもしれませんが、年間履修単位数の上限というのがあります。で、確か、これ45単位でしたということも聞いているんじゃないかと思います。で、一応ですね、多分皆さんの中にはですね、この45単位ってなんで45単位までしか取れないのかという疑問を持った人もいるでしょう。ということで、じゃあ、この45単位取るために、一体1日何時間ぐらい勉強しなきゃならないか。まあ、授業時間と授業以外の時間を含めてですね。それをちょっと計算してみました。毎日何時間勉強するのか。で、年間45単位、まあ、取るとしまして、でこれを、まあ、筑波大学は3学期制ですから、各学期に均等に割り振りますと、まあ、1学期あたり15単位取りましょう。という話になるわけですね。で、15単位、取るためにはその授業とそれ以外合わせてトータルで何時間勉強しなきゃなかったかっていうと、1単位あたり、45時間ですね、勉強しなきゃ。これ15単位取るということは、全部で1学期あたり675時間勉強時間を取るという計算になります。で、で1学期がね、10週間続くとしますと、ちょっと毎週の学習時間が出てくるわけですね。これ単純に10で割りますと、まあ、1週間あたり、授業とそれ以外の場を合わせて、まあ、67.5 時間勉強するということになります。
でさらに、まあ、1週間5日としまして、まあ、土日は少し、まあ、いろいろ、サークルは毎日あるかもしれませんが、とりあえず土日にサークルなんかあったりとか、それからあとあのバイトをしたりとか、いうことを、まあ、ちょっとリラックスすることを考えて、まあ、一応、ウィークデーの月曜日から金曜日までに、この勉強時間を均等に配分するとなると、1日あたりの学習時間が 13.5 時間出てくるんですね。だから、45単位取るっていうのは、そのこれぐらいのことだということですね。ちょっと皆さんに、知っていってほしいなというふうに思います。で、実はその、僕が学生の頃は、その年間2週単位数の上限っていうのは特になくて、で、まあ、たくさん単位を取ってる人も結構いましたけれども、まあまあ、ちょっとはっきりとは覚えてないんですが、大体そのここ10年ぐらい、そのですね、その単位の実質化といって、その一応単位を取っても、それだけのものが身についているかということが、この社会でこう重要視、問題視されるようになってきたわけです。で、まあ、単位を取るからには、その分の勉強をきちっと大学が、させなければいけませんという話にこうなってきて、多分今のこういう年間履修単位数の上限制度なんかも導入されたのだと、理解しています。ですので、一応、まあ制度上ですね、今まではその大学の制度上の、背景をお話ししまして、だから単位取るっていうのは、まあ、そんなにそのやわなものではない。で、まあ、実際もそうかもしれませんけれども、一応制度上はこうなっているということを、まあ、知っておいてもらえるというふうに思います。であとは、まあそうですね、一応こういう話はしたんですけれども、まあ、それを実際に聞いて、どう行動するかっていうのは、もう大学生ですから、それは皆さん自身の判断に任されます。ということも、一応付け加えておきます。一応ここまで何か質問ありますか？はい。それでは、今度は制度の話を今したんですけれども、まあ、今度はですね、実際のそうですね、心構えといいますか、認識の、まあ、差といいますか、その辺の話をしたいと思います。で、まあ、一応タイトルとしては、その授業を受ける際の心構えと、その学習のサイクルの例というのを挙げています。で、まあ、先ほどから何度か触れていますけれども、その講義を聞いていても、やってる内容が難しくて理解できないという話は、クラス選択会の場でもよくそういう発言を聞きますし、あと授業アンケートでもそういう意見はよく見かけます。ただ、まあ、授業をですね、まあ、僕もかつての学生でしたから、やっぱり皆さんと同じような境遇を通ってきたことは確かなんですけれども、でまあ、それからだんだんいろいろ勉強していく中でこう、まあ、今度はだんだん教える立場になってきて感じているんですが、そもそもその大学でこれから皆さんが学ぼうとしているのは、まあ、もしかすると皆さんの中には高校までは授業で初めてパッと教科書を見て先生の話を聞いてそれでパッと分かったという人がいるかもしれませんが、大学ので学ぶ勉強の内容というのは必ずしもそうパッと頭に入るものではないということを、一応、まあ、まだ実感してないと思いますが一応そういうものかもしれないということを覚えておいてほしいと思います。で仮にその例えばですね、この皆さんがこの微積分の教科書を自分でこう読んで理解してみようとしたとしましょう。でそうすると自分でこう数学の教科書を読んでその内容を身につけるっていうのは初めてやる人には非常に難しいっていうふうに感じられるのではないかというふうに思います。僕自身
その、まあ、高校の時もそうでしたし、大学に入った時もそうでしたし、そうでしたけれども、やはりその何も知らない段階で新しいことを自分で本を読んで学ぶというのは、なかなか1回ではうまくいかないものです。何回も何回も分からないところを繰り返し読んだり考えたり、あるいは友達、先生に聞いたり友達と議論したりしていく中でだん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 分かってくるというような経験も僕もしました。ですので、実はその講義だけ聞いて理解しようとするのはやっぱりかなり難しいことで、やっぱり講義を聞いて理解するだけでも、その自分でその教科書を読んでその理解しようとするぐらいの努力が多分多くの場合必要になると思います。まあ、これは多分皆さんこれから感じていく機会があるかと思います。で、まあ、僕の方もなるべくその、まあ、講義をする以上はその、まあ、皆さんの学習の助けといいますか、なるべくその理解しやすいようなこういう勘どころというのを掴んで、話をするように努めたいと思いますけれども、例えば微積分の内容に近づくにはやっぱり皆さん自身の努力がやっぱり必要不可欠だということを覚えてほしいと思います。さてで、じゃあ具体的にそのどうすればいいかということですよね。で、まああまり具体的ではないかもしれませんけれども、まあ、とりあえずこう、まあ、何もこう説明しないよりはマシかなと思って、一応その講義の前の予習とそれから講義の際の授業の対策ですね、それから講義の後の復習についてその、まあ、いくつかその、まあ、こういうところからやってみてはどうでしょうかという提案をしたいと思います。なんか何でしょう、最近よくあるライフプランナーのかなんかの人たちのような提案とちょっと似た感じがあるかもしれませんが、でまず予習の際ですね、多分予習の際には教科書の、まあ、次回授業される部分をこう読むっていうのが多分皆さんやることだと思うんですね。で多分その皆さんが例えば読み始めてどうすればいいかわからないとか、それからつまずいたりとかっていうことの多くっていうのは、その実際に、まあ、教科書を読んでるけども、こう読んでは見るんだけども、そこからどうすればいいのかっていうのは多分最初はなかなかつかみづらいんじゃないかと思います。そこでですね、まあ、これは一つの例なんですけれども、まあ、例えばそして定義や定義などがありますね、この教科書に出ると。定義や定義に当たったときに、内容をまず読むわけですね。そしてその上で一回教科書を閉じて、自分でその定義や定義が記述していることの中身をどういうことを書いて、どういうものを定義するか、あるいはどういう性質を定義として述べているかということを自分の言葉でこう説明してみるというのをやってみると、その少なくとも自分がどこまでその内容を理解しているかというのは分かるのではないかと思います。でここに例を一つ挙げました。これは講義の教科書の、8ページにあります。8ページの真ん中ら辺ですね。まあ、持っている人はちょっと、教科書を開いて、見てみてください。まあ、教科書の人もここにテキストがスクリーンに出てますから、教科書の人はスクリーンを見てください。で、ここには、公理という文章が載っています。で読みますと、上に有解な非減少数列は極限値を持つということが書かれています。で、皆さんに
その必要とされることは、この行為がですね、一体どういうことを述べているかということをまず理解することだと思います。で、多分教科書を今回ここで今この場で初めて開いた人もいるかもしれませんので、そうすると初めて目に飛んでくる言葉がいくつもあるかもしれません。で、例えば上に誘拐、多分これは高校の数学では聞かれなかったことだったんです。それから非現象数列、まあ、数列は耳にしたことがあっても、非現象って一体どういうものなのかっていうのも、多分初めての人が多いので、まあ、極限値を持つっていうのはまあ大体直感的には分かるでしょうね。多分皆さんはリスク基準一応やってきましたから。そうすると、そうするとですね、じゃあこの行為がどういうことを言ってるかっていうのを理解する上では、まず上に誘拐っていう言葉ですね、上に誘拐っていう言葉、誘拐という言葉はどういう意味なのかっていうのを理解する必要がありますね。それから、非現象の数列っていうのが一体どういう数列なのか、ということも理解する必要があります。ですので、たったこの一文を読むだけでも、自分が何を知らなければならないかということが、クエスチョンですね、そういう問題がいくつも出てくることが分かるんじゃないかと思います。鉄ですから、その自分にですね、いちいち問いかけてみると分かるかもしれません。上に誘拐というのは何なの、非現象数列というのはどんな数列なのか。そうしますと、実は数学の教科書というのは大抵必要なことは、ここの講義が出てくる前の段階できちんと説明していますから、それを、まあ、読んで理解に努めるというようなことになります。で、まあ、今日は今日の授業の中では時間があればこの辺の話もすると思いますので、例えば上に誘拐とか、それから非現象数列とか、あとはその講義の意味するところとか、その辺も講義ではある程度話はします。ただ何せこの厚さですね、この厚さのうち1学期でだいたい半分近くがあるんですね。この辺まで1学期で済まなきゃいけないんですよ。だからどうしてもあんまりのんびりしているわけにはいかなくて、やっぱり少し林ぐらいでどうしても行かなければなりません。ので、まあ、残念ながらその学校、大学の授業というのはそういう形で、勉強を、進めざるを、講義は進めざるを得ませんので、まあ、それについていくっていうことも必要になってきます。ただ、数学の勉強はですね、別に早足で進めなければならないというものではなくて、まあ、物理もそうだと思いますけれども、まあ、皆さんそれぞれ自分の時間の中でこうゆっくりと歩きながら、こうちょうど今だんだん暖かくなってもきてますし、この辺大学の周辺から、まあ、だんだん足を伸ばして この辺のですね、一帯を探検するように、こう数学をじっくり、数学や物理もですね、じっくり学んでみるという機会もあってもいいかもしれません。さて、で、まあ、そういったところでこう自分で教科書を読んでいくと、まあ、理解できたところ、理解できなかったところが出てくると思います。ですので、まあ、そういったことをですね、どこが自分が分かっていて、どこが分からなかったかっていうことをはっきりすると、多分授業を聞くときにはだいぶこのペース配分ができてくるんではないかと思います。自分がすでに分かっているところは、ちょっと手を抜くか、内職するか、なんかレポートがあるからちょっと内職してとかするか、あるいはちょっと眠いから少し寝てみるということもできるかもしれませんし、で、自分がやっぱり予習して分からなかったところを、まあ、集中的に聞くことで、多分学習の効率も高められるのでしょう。だから、まあ、そういった効能が多分予習することで、あると思いますので、まあ、あとは皆さんそれがそれぞれの勉強のスタイルを確立していくことになるわけですが、まあ、そういったこともこのようなことも参考にしながら、まあ、頑張ってもらいたいというふうに思います。
次にですね、その講義の際ですね、の話なんですが、まず、一つ、こう、皆さんと約束してほしい、僕と約束してもらいたいことは、この講義の教室の中では、他人に迷惑をかけないということは、肝に銘じていただきたいと思います。今のところ、多分、近くの今日は出席は取りませんので、例えば自分が、今日やるところはすでに分かっているから出なくていいとか、それからあんまり、気が乗らないとか、それから他に用事があるといったような場合は、必ずしも、この講義に毎回出てこなければならないとは言いません。であと講義に出てきて、そうですね、忙しかったりすると知らず知らずのうちにこう頭が下がってきたりこうすることもあるかと思います、そういったことも別に僕は問題にしません。または授業を受けながらですね、その現在の心境をつぶやいたりとかする人もいるかもしれませんけれども、別にそういうことも周りの人に迷惑をかけているのであれば僕は特に問題にしません。でやっぱり問題にするのは例えば周りの友達とこう、死後ですね、授業に直接関係ないことを話をしていて、でその周りたちが講義の話がうまく聞けないとか、それから講義の全体の雰囲気 にちょっと雰囲気を邪魔してるとか、そういったことになりますと、やはりそれはこの教室で授業を受けている他の人たちのためにはなりませんから、そういったことは慎んでもらいたい。だから、話をするんだったら、動画に出てっていいんで、ここの教室で講義を受けようと、で席を学ぼうという人の意思を尊重してほしいということです。で、日本ではあまりこう何でしょう、ない感覚だと思うんですけれども、特にそのアメリカなんかでよく聞くことは、アメリカの学生、大学生にはこの学費を自分で、稼いでですね、置かれている人も多いと聞きます。皆さんの中にももしかすると多い人もいるかもしれません。でそういう人にとっては、この1時間1時間っていうのが非常に、だからこの授業を、お金で買ってるっていうような感じですよね。それは多分皆さんこの筑波大学に学費を払っている以上、全員基本的にはそうだと思うんですけれども、で多くの人はですね、お家の、親御さん、それから家族の方の、この努力、がお金を出してくださって、ここで学んでいると思いますけれども、実はそうですね、この授業1時間、さっきの単価じゃないですけど、1時間あたりにどれぐらいお金がかかっているかってちょっと考えると、やっぱりそれなりに大事にせにゃいかんなというふうに思ったりもするんです、思ったりすると思います。僕もあんまり学生の頃はそういうことを考えなかったんですが、やっぱりこの年になると、あれ、時間が非常に貴重だったなというふうに思いますので、皆さんもぜひ、そういう貴重な時間をですね、使っている人もいますから、そういう人たちに迷惑をかけないようにしてほしいと思います。それからあと、講義中に、ちょっとでも疑問があったら、質問してください。なるべく要所要所で話を止めて、何か質問ありませんかっていうふうに聞くように思いますけれども、皆さんの方でも何かあったら質問を、してほしいと思います。で、多分ですね、皆さんの多くの人は感じられると思うんですが、こんなつまらない質問をしたら恥ずかしいんじゃないかと、思う時って結構ありますよね。僕もそうでしたが、で、ひょっとしたらこれを知っているのは、知らないのは自分だけで、他の友達はみんな知ってるんじゃないかというふうに思ったりすると、なかなかこう質問しづらいものです。しかし、
まあ、これは僕教えるようになってからこういくつか経験したんですけれども、まあ、皆さんがもしかしたら恥ずかしい質問じゃないかと思っていることも、これだけ人数いますから、まあ、きっと他の誰かも同じ疑問を持っていると思って間違いはないと思います。まあ、ただこれは統計的な調査をしたわけではありませんから、証明されているわけではないんですけれども、一応まあそういう経験をしたことは結構何回かありますので、ですので、まあこんな質問したら恥ずかしいんじゃないかっていうことも、実は他の人も同じことを疑問に思っているかもしれませんから、そこで、皆さんが質問をすれば、もう一人の疑問を持っている人も、どの悩みが解決してお互いハッピーになれるということで、質問をするというのは決してこの教室にとってマイナスになるということは決してありません。プラスになることはあってもマイナスになることは決してありませんので、ぜひ疑問はその場で放っておかず、今日の授業が終わる前に解決して、あ、スッキリしたと言って帰ってほしいと思います。で、それから、そうですね、あとは、まあ、僕に尋ねにくい場合というのもあるかもしれません。その場合には、まあ、この授業の間ですね、一応予言と無言の間はちょっと休憩入れようかと思っていますが、まあ、その際に後ろに今います、このティーチングアシスタントのお二人に聞いていただいても構いません。まあ、僕よりは皆さんの方に年が近いでしょうから、気楽に話せるかもしれません。それからあとは、まあ、休憩時間にですね、その友達とに聞いてみてもいいと思いますし、まあ、そういった形で、なるべくこの火曜の予言と語源がですね、終わって教室出るまでに、その日の悩みを解消して、すっきりして帰って、行くといいんじゃないというふうに思います。で、それから、あともう一つ、これはどちらかというと僕からお願いなんですけれども、授業に対する意見、例えば、その板書が見づらいとか、それから記号が読みづらいとか、大雑把なんだけど、大雑把というか、あんまり細かい指摘ではないんだけど、全体的に字が汚いとかですね。そういったことを何でもいいので、なるべくこの教室内で、僕の方に教えてください。これはやはり授業アンケートの際に、こういった意見が書かれることがあります。例えば板書が見づらかったとか、それからもっと、そうですね、この教科書と授業の進度の対応をつけてほしかったとか、そういった意見が出てることがありますが、非常にその残念なのは、多分それをですね、授業時間もしくは授業の終わった後にでも、その先生に言ってもらえれば、その次の回から少しは改善されて、まあ、みんなより良い環境で授業を受けられるような、もっとハッピーになれたんじゃないかというふうに思います。ですので、まあ、授業に対して何か気がついたことがあったら、ぜひ、まあ、授業時間内、例えばそのですね、ここは見えませんとか、よくわかりませんというのは、そこですぐに指摘してもらった方が、周りの人にとってもいいと思いますし、あるいはそうじゃないことでも、まあ、授業終わったときに言ってもらったりすると助かります。で、次がその講義の後ですね、復習のステージなんですけども、まずこれは先ほども述べましたが、演習の授業をぜひ取ってください。で、一応なかなかその講義でフォローしきれない部分というのはあると思いますが、そこは演習の授業で、多分演習にも演習担当の先生と、それから TG マシックさんという人もいますので、まあ、そういった形でなるべく、まあ、分からないところを理解できるようにしてほしいと思います。で、あとはそうですね、時々
まあ、時々とか質問に応じてこの前やった内容を、まあ、思い出したりして、うん、そうするともしかするとその、まあ、授業を受けた時点ではああよく分かったと理解していたことでも後からまたあれこれって実は何だったんだっけって疑問が湧いてくる場合もあるでしょう。でそこで、まあ、自分でこういろいろ考えるわけですね。で考えてもし、まあ、分からなければまた先生だったり友達だったり、まあ、ティーチングアシスタントの人だったりこう質問する。それで、まあ、より理解が深まる。でまたまあ、新しい言葉の間に前のことをもう一回復習したりということで、まあ、こういう、まあ、リサイクルマークをつけましたけども、こういうサイクルでですね、こう皆さんの履歴文への理解が、まあ、より深まってく、るといいんじゃないかというふうに期待しています。でそれから最後に、まあ、ここまでがその、まあ、授業の心構えとそれからその、まあ、勉強のサイクルの例をちょっと出してみましたけれども、あとそうです、ね、皆さんに伝えたいのはその大学で数学に限らずそのいろいろな授業があると思うんですがそういった知識をものにできるかどうかは、皆さんの積極性次第だということを述べておきたいと思います。多分高校までですと大体その教える内容っていうのは学校で用意されていてで先生が授業で教えたことをきちんとノートを書いてで、まあ、あとはなんか課外講習なんかもこう、まあ、自分で行ったり、あるいはその学校で用意したものを受けてっていうふうにある程度その皆さんが勉強する環境っていうのは周りによって用意されていて大体まあそれに乗っかっていればある程度その知識を集めてこられたというのがあったのではないかと思います。ところが大学に行きますとその、まあ、実に多種多様な人がいましてそれから多種多様な分野の勉強をやっておりましてでそうしますと皆さんの学び方もまた多種多様にどうしてもならざるを得ない。で特にその皆さんが一人一人で自分に合った勉強の仕方を開拓していくことが多分必要になると思います。で高校のまでの時のように待っていればその何か降ってくるとかですね誰かやってくれるということは多分ありませんのでだからまず分からないなと思ったら自分自身で何らかの行動を起こすということが大切になると思います。で例えば、質問ですね。それから資料を探すというのを2つ用意しましたけれども、質問するといった時にも、まあ、もちろん 手頃な相手としては、まあ、履歴を見合ったら僕ですとかそれから演習の先生とか、まあ、授業を担当している先生が、まあ、身近にいますけれども別にそういう先生でなければいけないということはありませんので、例えばそれ以外の先生のところに質問に行ってもいいと思いますしそれからと、まあ、ティーチングアシスタントの方とかあと先輩とか友達とかいろいろ、まあ、やりようはあるんですね。であと資料を探すということに関してはこの微積分というのは今大学で教えられている数学の中でも最も基礎的なかつ重要な科目の一つですのでとにかく教科書や参考書やたくさんいろんな人が書いています。で皆さん中央図書館にすでに行かれた人もいるかもしれませんけれどもこの中央図書館っていうのはまあとりあえずでかいですよね。で履歴文の教科書の、まあ、書架を探してぜひ一回見てみてください。で世の中にどのぐらいの種類の履歴文の教科書が溢れているかというのを体感してもらいたいと思います。ですのでまあ、もちろん本屋さんで探してもいいですし図書館で探してもいいですけれどもその何か分からないと思った時にその手がかりになるような資料というのはとりあえず皆さんこの1学期ずっと探しても探しきれないぐらいあると思いますからぜひ各自で、行ってみてください。はい、ということで
一応ここまでのガイダンスは終わりで、質問コーナーといきますが、ここまで何か質問なりしますか。はい、はい、オフィスアワーについて予約のことって書いてあるんですけど、はい、どういうことですか。ですね、オフィスアワーあ、すいません、一応何曜日の何年というふうにこう決めようかとも思ったんですけれども、ただ多分皆さん1年生の段階ですと非常に授業いっぱいありますよね。でちょっとその辺もう少し事情を聞いて、大体皆さんの空き時間が僕の空き時間に一致したところで、またあればですねアナウンスしたいと思うんですけれども、まあそれまではとりあえずまあ、多分ですね、僕に限らず大学の教員先生をですね訪問されるときには、いきなり先生の研究室行ってもいてくれればいいんですが、いることっていうのはそんなに多くありません。大学の先生も結構忙しいので、一般的にはあらかじめその約束をしてアポイントメントを取って行った方が確実に会えます。だからそういう意味で随時予約のことっていうのは、何か質問とかがあって質問に来たときに、例えばこの授業が終わったときに、次ちょっと質問があっていきたいんですけどとかっていうふうに来てもらって、で、じゃあ、何曜日、何時からしましょうと、そういった打ち合わせすれば、まあ、してもらった方がいいかなということですね。で、あとは、直接、その予約入れる以外にも、例えば、メールなんかでも連絡を受け付けてますので、ですので、まあ、なんか質問があって、行きたいなという人は、ぜひ連絡をくださいといいんです。はい、はい、他にありますか。はい、どうぞ。私の方で、まあ、図書館に行くんですけど、ええ、写真とか撮ってないですか。ああ、そうですね、そうですよね、じゃあ、まあ、そういうのは写真撮ってもいいことにしたいと思います。まあ、あまりバシバシ取り取ってすごい音で迷惑になったりしない限りは、まあ、そういったことはやっても、いいんじゃないかと思います。はい、答えますか。そしたら、じゃあ本チェンの授業に入りましょうと言おうと思ったんですけど、どうもちょうど日々がいいみたいですね。もうちょうど予言が終わりそうになっているので、とりあえずガイダンスはここで一旦、授業はここで一旦打ち切って、今度は合計ですね、3時15分からまた実際の次の授業に入っていきたいと思います。とりあえず休憩にします。